はい、ちょっと今回ですね、告知になりますね。私の方のお客様でですね、岩木山自然栽培の学校さんに通ってらっしゃるね、お客様いらっしゃって、その方がね、ご紹介くださったんですけど、自然栽培で未来をつなごうという、ね、そんな、セミナーがやられるそうなので、2月17日ですね、土曜日、弘前パークホテル4階、13時半から15時半の2時間、濃厚な2時間ね、の方で、自然栽培ね、農業とかについての話などがあるということで、あのね、なんと、奇跡のリンゴのね、木村淳典さんも、基調講演ということで出るということです。なのでですね、お時間ある方いらっしゃったらですね、来ていただけたらということでした。中学生以上でね、5000円という、なっております。その方、店頭にこう、冊子というか、チラシ置いてますんでね、興味がある方いらっしゃったら、お声掛けいただけたらですね、持ってきていただいたらと思います。